サンデープッシュスポーツ配信オリジナル。夫婦二人三脚でパリオリンピックを目指す楢崎夫婦。そんな2人に第一子となる女の子が誕生。初めての出産を終えた野口からメッセージが。5月23日に無事第一子女の子を出産しましたことを報告させていただきます。予定日より早く生まれてきてくれたため、トモアがアメリカから帰ってきたタイミングで会うことができました。トモアはまたヨーロッパに3週間旅立ってしまいましたが、世界選手権前の大切なワールドカップを戦い抜く原動力にしてもらえたらと思います。新生児は予想以上に小さく、手が可愛すぎてチョークに触れさせたくありません。初めての育児に不安もありますが、今しかない時間を楽しもうと思います。たくさんのお祝いのメッセージありがとうございました。楢崎さん、野口さん、ご出産おめでとうございます。